これは社内、三栄と松田合わせると一番ピークで200人足らずぐらいの時になって、当時は社内運動会、文化祭とか体育祭とか、これは体育祭の多分場所的には時山中学校の校庭を借りた運動会だと、今は多分貸してくれないと思うんですけど、当時はこんなことで社内運動会もなかった。これは松田栄治が倒れた時から死ぬまで見ていただいた循環器の先生ですね、野田先生っていう、私も心臓が弱かったので親子一緒になって見てもらった。亡くなった後、この先生が流れ山に遊びに来て、これは私の夫です。これは三浦会長の、まあ、私の長女です。うちの長女。この方が山形から訴えているのも、海の親と育ての母みたいな親みたいな、そんな感じの存在の方。これは三浦新さんの弟さんですね。三男と四男。はい。松田新栄次郎が亡くなってから、まもなく昔、栄次郎と一緒に仕事をやった人たちで、OB会を作ろうということで、年に1回、昔お話をしながら、旅行会とかしたのは、49年に発足した時の旅行会の思い出でした。もう何人か亡くなっていますね。はい。その後、ぶどう祭りっていうのがさっきお話したんですが、その時にいろいろこう、食べ物を作ったり、お店の担当だったり、奥さん方の集まりがグレープ会。この会も今、三浦俊明さん、栄子ですね。この人が中心になって、活動していくみたいです。はい。これは航空写真、昭和50年頃の、またこちらの方のことで、これは線路際に、東武線の沿線に、さっき言った、ここを売却して北海道に移ったんですけど、その前、こういった形で工場がカットサイドになった工場。これは松田材木店の延長で、材木でも、まあ、魚のトロの部分とか赤身の部分とか、いろんな部がありますね。それと同じように、木材もカットしていいところはこういうところ、庭のところというところ、いろいろ使い分けをして、木材を細かく切って営業していた。そういう部隊がありますので、カットサイドにした工場という形で、2つの部隊で、その部隊。これは、十代のすぐ近くに松田の土地がありまして、その隣がちょうど、キリンジのお姉さんの家ができたんですね。それでたまたまキリンジの結婚式の時に、隣の吉見で結婚式にお呼ばれした時の写真のようです。淡路渓谷とか、輪島とか、渡辺の親方、剣道。これは、染谷のことです。よろずや勤務されている。はい。これは、卓球台、都業関係をやって、この間、破材ができましてですね、子供たちに遊ばせる場所みたいな形で工房を作ったのが、トントンランドって昭和63年に、土地の活用と破材の活用ってことで作ったから、トントンランドって聞いたことがあるんです。その工場もね、これは北海道に移す時の、一番最後の松田の事務所と、いよいよ北海道に行った時の真ん中に、これが一番書いていたゴッドプレス、五尺の当初、そういうプレスだけどね、これがやっぱり一番の要ですから、これを移動したときの写真。これは、アシュロ工場が完成したときの完成予想。その頃にちょうど、ふるさと銀河線って池田町から北見までの鉄道が、第三セクターで発足したときの、と同じ年みたいなですね。こんな感じで、今はもう18年何か前に廃業、なくなりました。これは一応、これは最近の平成19年度の区画整備。まだ工場を壊してませんけど、ここが三栄の物流センターですね。このトントンなんです。これが松田。もう上の方から区画整備の始まりですよね。これは現一つの、これはこの辺の三栄と松田の一帯を区画整備、ちょうど今年の次に、今年の4月に写した航空写真、残ったのはここだけなんです。あとは全部ずっと
工場が2つあって、こちら菜園があって、このトントンに、こんな形にガラッとも変わります。はい、これは駅前、東口の駅前ですね。こっちの正面が、こっちが東武線ですね。こっちが TX です。ここがアビーズという会社のところ。はい、ということで、終わります。この後にですね、はい、次、今度は私は平成4年までが大体の担当だったので、その後は本宮慎さんがいろいろちょっと補足で説明していただけるとありがたいんですけど、三重の方でいろいろ作っていただいたものをお見せしたいと思います。先ほど一番最初に世界で使われた卓球台、幕張メッセで世界選手権がやっているのよくの写真ですね。ここからブルーの卓球台で、最初のイベントみたいなのを女性の方が黒い卓球台で卓球をやっているので。その世界選手権の翌年に、スペインのバルセロナでやっぱりオフィシャルサプライズということで、公式卓球台でやった時の世界選手権の方がやっぱり3人です。はい、その後、世界卓球選手権大阪大会ですね。その時のね、下のだん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 下の足の方が決勝戦になったら、なんかすぐに、これは足になるんですけど、2009年横浜大会、横浜で世界卓球選手権やった時も3人公式卓球選手権、だん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 最近のオールジャパン全日本卓球大会は大体3位が取られることが多いみたいですけど、その時の模様の説明、49年に41回連続採用されています。その他に国体、インターハイ、実業団の大会という、あれにも大きな大会には大体3人の卓球台を使っていただいています。これは2014年、去年、東京、去年、東京、世界卓球大会。いろんな大会に、だんだんだんこの辺が立派になってますね。トロント、カナダ、トロント。前の方ではカナダにも営業所がある。これはつい先日、大高の森の駅の南口のナイトカフェで8月にやったときに、四つ本選手という方が来て、いろいろプレーをしていただいています。こっちは逗子の海岸で、ビーチサイドとか。ということで、だんだん、ブルーもいろいろ変わってきて、今度からリオに変わるっていうか、色が変わるみたいで、単なるブルーじゃなくて、ちょっと私の説明できるかな、レジューブルーとか、説明して、最後に、こういうタイミング、これがリオのオリンピックに使われるってことですね。サインは卓球以外、スポーツ事業部以外に、まあ、景観事業、公園施設関係の仕事もやっております。そういった関係の舞台もありますよということですね。これは公園に関係する公園、まあ、近くは流山運動総合公園、だいぶ前になります。あれも参院木製遊具からスタートします。あちこちの公園施設、公園遊具もかなり事故が多かったので、だんだん
昔の遊具とは変わってきたと思うんだけど、基礎工法からもそういうことなんですか、太陽光スタジオのベンチとかそういったことです。ということで、これから東京オリンピックの機会です。はい、以上。はい、ですよね。もう8時いいです。はい、皆さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先ほど ご説明の中で、遠藤さんが説明していただく中で、卓球自体のことっていうのはあまりなかったかもしれないですけど、卓球自体っていうのは皆さんもご存知かどうかわからないんですが、どこ発祥かご存知でしょうか。大体多くのスポーツがそうなんですけど、イギリスの 発祥なんですね。で、英語ではテーブルテニスというんですけど、その外でやっていたテニスを食後とかにですね、台をこう片付けてちょっとだけネットのようなものを置いてやり始めたのがその卓球の発祥なんですよね。 なのでテーブルテニスって言うんですね。で、先ほど最初の方で卓球台のサイズっていうのが出てますけど、卓球台のサイズは昔のイギリスでスタンダードだった基準だった食卓のサイズ、1525の2700年の食卓ですね。そんなのから始まりまして、ですね、ラケットなんかもですね、昔その始まった頃は、昔の木のテニスのラケットがございました。あれのもうちょっとちっちゃいみたいなものに、ラットだとそのうまく飛ばないので、川の両面の川使っていたんですね。それがだんだんこう少しちっちゃめなやつですけど、そんなので始まったのが卓球。